それでは、自由練習会議を始めさせていただきます。まずはじめに知事の方から説明をお願いします。よろしくお願いします。はい、まず大阪府自転車の安全で適正な、利用の促進に関する条例の制定についてです。大阪は自転車事故が2年連続で全国ワーストワンでありまして、自転車の運転に関する事故が後を絶ちません。このため、大阪府自転車安全で適正な利用を促進に関する条例を制定をし、4月1日に施行します。自転車保険の加入などに関する規定については、7月の、一日です。一日施行です。この条例では、高齢者のヘルメットの着用、交通ルール、マナーの遵守など、自転車の適正利用を促進するために必要な事項を定めております。特に自転車利用者に対する自転車保険の加入を義務化いたしました。条例施行に合わせ、交通ルールや危険行為などを記したルールブックを作成をいたしまして、学校や交通安全講習会で配布する予定です。また、府民の皆さんに条例の内容について相談をいただける大阪府自転車条例総合窓口を4月の1日に開設をいたします。4月から様々なイベントやキャンペーンでも周知をしてまいります。4月の6日に大阪城公園天守閣北詰広場で開催をする春の交通安全運動の初日のキャンペーンには私も同席して PR を行います。歌手の相川七瀬さんにも登場をいただきます。ぜひ多くの方にご参加をいただきたいと思います。先ほども触れましたが、条例の大きな特徴は自転車保険の加入の義務化を盛り込んだことです。自転車が加害者となる交通事故によって高額な賠償請求の事例が発生しているにもかかわらず、自転車保険などへの加入率が低いという問題もあります。府民の皆さんには損害賠償責任を負った場合のご自身の経済的負担の軽減と被害者の保護を図るために保険にご加入をください。皆さんがそれぞれの状況に応じて保険を選択いただきやすいように、今回保険会社や自転車専門店とタイアップをし、さまざまなタイプの大阪版自転車保険を用意をいたしました。またこれらの企業には自転車保険の販売のほかに、チラシ配布による情報提供、高齢者や学校向け交通安全講習会などの実施、自転車の安全利用に関してご協力をいただくことになりました。この会見後、15時30分から成長の間においてご協力いただく企業の皆さんと事業の連携協定の締結式を行います。で、報道各社の皆さんに取材をよろしくお願いします。次に公民連携の1年間の取り組み効果についてです。昨年4月に公民戦略連携デスクを設置して1年になります。この間、私も先ほど申し上げたような企業との連携行事にできる限り参加をしてまいりました。報道各社の皆さんにも、積極的な報道をいただき改めて感謝します。公民連携の目指すところは三方よしです。府民、企業、府にとってのメリットや効果は計り知れないものがあったと思います。仮に府が直接実施した場合に必要となる予算を積み上げたものが配布資料になります。その金額は合計して7000万円です。加えて資料の下半分にまとめているように、府民の雇用や家族も含めた地域社会の安全安心など金額では表せない大きな効果もありました。さらに報道各社の皆さんが報じてくださった PR 効果を含めると、この1年間の取り組みは、単に金額では測れない多大な価値効果があったと認識しています。府は1年間で150社を超える企業を訪問しネットワークを築きました。また企業からのアプローチを待つだけではなく、行政から積極的に働きかけるやり方は企業からも好評を得ています。このような大阪府の公民連携の取り組みは他の都道府県と比べても突出して重視しています。来年度もこうしたネットワークをフル活用しながら、府政の各分野に公民連携の取り組みを広げてまいります。報道各社の皆さん、今後もこうした取り組みを全国に発信していただけたらと考えております。
次に公衆衛生研究所についてです。危険ドラッグはこれまで流通した後でしか規制ができず、いわゆるいたちごっこです。国内で流通する前に規制するためには危険ドラッグを合成をして人体への影響評価を行うことが必要です。先日職員表彰を行いましたが、公衆衛生研究所では独自に危険ドラッグを有機合成して影響評価を行い、国内で流通する前に規制するシステムを全国で初めて、構築をいたしました。危険ドラッグ対策に先進的に取り組む能力がある自治体は、まあ、大阪府と東京都だけであります。また水質調検査や残留農薬検査など行政がやるべき検査方法を国に先んじて数十種類を開発をしてまいりました。昨日大阪市会において環境科学研究所の独立行政地方独立行政法人化に係る関連3条例案が可決をされました。今後公衆衛生研究所と環境科学研究所との統合、地方独立法人化を進めていけばさらに機能が拡大されることとなり、感染症や危険ドラッグの対策など特徴を生かしながら研究所の機能をさらに強化をしていくことができます。今後の進め方については引き続き、吉村市長と相談をして、決めていきたい、できるだけ早くにいろんなことを進めていきたいと思います。僕から以上です。最後の報告については終了配布はございませんでしたので、それでは、ご質問をお聞きしたいと思います。まずはやはり時事通信社の上田さん、どうでしょうか。はい、まず自転車保険なんですが、車大阪版ということで、まあ、この後提出されます、ね、企業との事業連携を含めてですね、地方保険に続く、条例ということで、まあ、今回は特段の特徴がありましたので、一番の特徴というのは、高齢者の、障害者に対して、その自転車に乗るときにヘルメットを着用するように助言をするということを規定している、ところですかね。あとは、特徴というのは、さまざまなタイプの保険は用意させていただいているというところかなと。で、保険会社の方からもご協力をいただける体制になっているということです。加入しなくても獲得はないわけですけど、そこを本当に踏まえて、受け入れはどういうふうに、その点を踏まえてですね、どういうふうに、その加入率を持っていくか、改めてお願いしたいと。これはもちろん、こういう条例が、できた、罰則はないけれども、義務ですよということを、普及啓発をしていく。だから一番はね、もう今、自転車事故によって、加害者、被害者ともに、さまざまな悲惨な状況が、現実に起こってますよということをぜひ伝えていきたいと思います。あんまり知らない人が多いですけど、自転車事故でももう、1億円近い、そのような、損害賠償の請求が、なされてですね、それを支払えない、その加害者の方はまさにもう生活が困窮して、もう生活自体が成り立たない、そういう事案が実際にあるんです。そういうことを、自転車を利用される方々にね、ぜひ伝えていきたい。自転車やからちょっと当たってもごめんねで済むわとかね、そういう時代ではありません。加害者が非常に命を落としたり、後遺症の残るような怪我をしたりすると、まさにもう賠償できないぐらいの、金額というものがこれ出てくるわけですから、そうなるとやっぱり加害者側の生活も成り立たない。特に児童、
そして高齢者の皆さん方がそういう事故を起こすという、まあ、そういう可能性というかね、そういうのが、やっぱり自転車の利用が多いわけですから、そういう世代、そういう世代が事故を起こすことによって、被害者はもちろんのこと、加害者家庭にも、非常に大きな影響がある、ぜひ、自ら身を守るためにもですね、この、自転車条例に沿った、このルールに沿った対応をお願いしたいと思います。先ほどの高齢者のヘルメットの関係なんですけれども、高齢者の助言が高齢者の着用に努めるということで、努力義務となっております。で、公民連携なんですが、今後もその各分野に取り組んでいくということなんですけれども、県として特にこう、まあ、増えていますが、まあ、今後その取り組みを強化したいと思っている分野等がございました。これも全ての分野、大阪府と一緒に、仕事をしたい、そういう事業者の皆さんにはもう広く、扉を開けております。で、行政よく言われる縦割りと言われますけど、大阪府の場合はこの公民連携デスクに相談していただいたら、行政の中の、調整は、公民連携デスクに担いますので、非常にスピード感を持ってご返事ができる、すべて一緒にやれるということにはならないかもしれませんけれども、そういう民間の企業、事業者の皆さんからこんな事業を一緒にやれないかというと、やっぱり民間の皆さんというのは時は金なりでね、やっぱり返事を早くしてほしい。ここへもう例えば商工労働部へ行って、その後福祉部行って、医療健康医療部行って、順番に自分たちがそういう、連携するための、まあ、ハードルを一つ一つ、超えるということになると、もう途中でね時間かかって嫌なんとか、公民連携デスクにご相談いただければ、本当に、スピーディー、大阪府側の調整は全てやらせていただいて、やれるかやれないかのご返事はすぐやれる、お返しする、ここが一番のね、大阪府の特徴です。だからどの分野ということではなくて、民間の皆さんにどんな知恵がありますか、どの分野であろうと、大阪府は前向きに取り組む、そして早く返事を出します。あとですね、来月に収支改善のですね、収支改善に関してのプロジェクトチームが立ち上がるかと思うんですけれども、今後その事業の洗い出し等が進めていくかと思うんですが、その中で地方 その無償化で200億という大きな財源があるわけですけれども、これは地位が代表を務められている大阪維新の松川、一つの無償化ということを掲げてもいらっしゃいますが、収支改善のその検討にあたってですね、4月の無償化にかかる財源、これは対象とされないのか、どうなのか、基本的には聖域なしですけど、そういう議論の中での順序はあると思います。例えば施策においてのね、優先順位、これはあると思います。教育はもう未来への投資ですから、最優先 の、 行政の取り組みだと思ってますので、見直される順位は、ずっと後ろの方ですよね。だから、その以前にそれ以外に見直すところはどんどん見直すべきものを、テーブルへ上げていくというか、教育を削って未来があるわけがないんでね。感謝がいい。他にございますか。
はい、優しいのでお話しします、はい、あの公民連携ですけども関係と伺っております。なかなかこの行政改革といいますか、財政の捻出も難しい中で、民間の力を借りるというところで取り組みかと思いますが、まあ、一定の成果を上げたわけですけれども、まあ、今後体制の拡充ですとか、取り組みの拡大ですとか、そういった点については知事はどのように考えているのか。去年と比べれば、体制は人員体制は1人かな、増えても2人増えてますけど、まあ、そこでね、どんどん組織を膨らましていこうというふうには思ってません。今の、体制の中で、もう、まあ、去年1年間150社ほどもうみんな回ってきてくれてますので、そういうこう、その繰り返しですね。ご意見ございますか。いろいろ協議はさせていただいています。でもまあ明確に、これはいつどの時点で政府として閣議決定するかどうかとか、そういうところまでの話は言ってません。基本計画を経産省とこの日鉄の方で一緒に作り上げようという話はあったと思うんですけど、本当に今はもう政府スタートしているんで、まあいろいろやってます。でも基本計画のレベルはどこまでのレベルを求められるのかというところの今話し合いをしているということです。要はもう実施計画書みたいなところまではね、これ閣議決定前にそこまで持ってこいと言われても無理ですよね。だからまあ要は大きな、まあ要は基本計画的なものまでしかこれ作れないと思います。例えば解体場所であるとか解体規模であるとか、そういった具体的なところまでは踏み込んでない。まあ、歩いて開催場所、開催、場所案ぐらいまではね、エリアを何点か出すことは、これは可能だと思いますけど、実際、ここで決定というような出し方はちょっとできないと思いますね。他にございますか。朝日新聞の川口です。福祉と推進局が、まあ、7月1日から卒業をやりますけれども、現段階で松井知事、吉村市長ともご検討中だと思いますけれども、着手していく課題、その段取りとその順番といいますか、まあ、地下鉄の話も、もしくは研究所の統合の話もあると思いますが、もう一つはその大都市制度についてはどういう順番で、人為的な作業を進めていくのか、この辺について今の不安といいますか、お考えになっているところをご説明いただければと思います。まずもう年度変われば即、これまあ4月中か、まあ、どちらにしても、夏までの間にね、大学の方向性を、その大学統合の検討の、テーブル、まあ、部会と呼ぶのか、大学タスクフォースと呼ぶのかね、そういうのは別として、そういうのを作りたい。それと研究所もそういう部会を、作りたい。公営圏と管轄圏、秋にはもう、どちらも老朽化してますので、新しい場所で、まあ、場所の、選定も秋までにはやりたい。本来であれば大阪府の公衆衛生研究所は、今年度、まあ、予算は、ね、
どうなるかわからないから計上してましたけども、今年度から健康科学センターの方に、移すという、これまで大阪市側が管轄権をずっと否決してきましたから3年間、もう待つこともちょっと難しいということで、大阪府は公営権を健康科学センターにというプランで動いてきましたけども、まあこういう形になれば、二重投資になりますから、そのプランは一旦止める。でも止めることによって、この公営権が新しくなるのに、管轄権と新しい研究所が出来上がるのに、長い時間、かけれませんが、この件はもう本当にスピード感を持って、仕上げていきたい、こう思っています。それと、まあ、大都市政党のあり方ですけども、まずは、公明党さんが、これ吉村市長ともお話しましたけども、公明党さんがおっしゃってる合区をした総合区、公明党さんは8区から11区ぐらいおっしゃってるんですかね、これのまず案を、こう作っていきたい、行政として、まあ総合区はの担う、行政サービスの中身、それを担えるためには、例えば、どのぐらいの、総合区の人口規模がいるのか、それから、まあ、大阪市の場合は例えば高齢者の範囲っていうのも、まあ、いろんな、各ブロックでやってきた、高齢者だけじゃなくて他にも各ブロックでやってきたところ、そういうブロックをどう組み合っていくんだ、というところをね、まずは大都市制度、その推進局の大都市制度の在り方の検討会の中で、まずここからスタートしたいと思います。他に村山さん。よろしいでしょうか。それではこれで定例記者会見は終了させていただきます。ありがとうございました。